はい、皆さんどうも竹中雄大です。ちょっとマスクでちょっと口紅も出ないんですけどね、ここはですね、京都の嵐山という、ね、嵐山ドワーンっていう感じのね、ところでございますけど、これカメラは今マサイが撮ってくれてるというところでございますけどね、はい、見てください、この感じね、自然豊かな感じで、ね、すごい企画というよりかは京都の嵐山に、まあ、僕竹中雄大というか、まあ、ノーベルバイトのこうゆかりの場所があるので、まあ、ゆかりというか、まあ、思い出の場所ですね、あるので、まあ、今日も Vlog みたいな感じで、ちょっとまあ軽い男のミニ旅みたいな、プチ旅みたいな、ちょび旅みたいなのをね、ちょっとリアクションせえよ、ごめんなさいみたいなものをちょっと撮っていけたらなと思うので、はい、まあ、ちょっと今日はね、ゆったりとした感じでね、旅を満喫していこうと思うんですけど、本当は昼の1時ぐらいに来る予定でした。本当やね。ただまあ時刻なんと17時46分ちょっと一回謝ってもらっていいですか、はい、日が暮れます。誰に謝ったらいいですか。僕に、ね、まさかちなみに 何時にホテルチェックアウトしましょう。僕はもう12時にチェックアウトして、はい、社長のことを3時間近く待ちました、はい、あ、マジっすか、はい、それは誠に申し訳ございませんでした、はい、ということで、私はあの、まあ、プチ旅、はい、楽しんでいきたいなと思います。よろしくお願いします。大自然感すごない、すごい、やばない、やばいな、スケール感っていうかさ、そうです、川飛び込んでもらっていいですか。なんかその振り雑いめちゃめちゃ雑いよ。いや、なんか一言で喋った思ったら川飛び込んでくださいは雑い謝ってください。すいませんでしたここの嵐山に来るの何回目なんですか。これがね、多分3回ぐらいじゃんかな。あ、もう割と来とるよ。あ、でも結構久しぶりやね。前はメンバー、前はメンバーだったりしょ、うん、でも今日実は大阪城ホールのライブとかが終わった後なんやけど、ネギ、うん、君も来るって言ってて、うん、だからワンチャンおる可能性あるよ、ネギ君ここに、うん、別にそんな約束はしてないねんけど、うん、まあ行くとは言ってた、同じ日に、うん、まあ時間があればバッティングする可能性はある。なるほどね、うん、あの橋が、これが渡月橋、渡月橋、これ渡月橋、この橋はな、うん、あの5万年前にできた橋やね。絶対嘘ですよね絶対嘘よ、そうやね、あれ俺の日、うん、ひいおじいちゃんが作ったらしい、うん、絶対嘘です。竹中ゴン太郎が作ったらしい絶対嘘ですまあ城ホールどうでした、マサヤ。城ホールはいろんな思いがさ抱えてなんか望んでたのを見てたからさ、はいはいはい、なんか余計すごい感情に、ね、的に来るものがありました。すごい感動しまして、はい、はい、なんかベタな意見ありがとうございます、はい、もうええってや、ベタな感想ありがとうございます。もうええってや、ほんとにひどい、え、求めすぎ、求めすぎ俺に求めんな。そうやね、違う、ヤバいって、無視刺されたって最悪、そう、そのアップセントって恥ずかしい、真っ赤やん。そうやね、無視刺されたすごいな、ここ歴史を感じるやん。なんか俺あんまそんな何回も京都来たことないけど、京都感があるもんなんか、はい、そうやね、京都感あんねん、うん、待って、セブンティーンのアイス食いたいわ。食いたいセブンティーンのアイス、どうしても。マサヤも食べる、食べる、いいっすか社長。いいっすよ、いただきます。あのマサヤの食事代を出すという福利厚生を兼ね、あの、になってるんで。俺はこれソーダフロート。それうまいよな。あ、でもこれもありやねんな、うん、どっちがやる。いや、ソーダフロート、どっちかで、マサヤこれサイダー。なんかこの自販機でさ、やっぱアイスを買うってなかったね、うん、いいよね。人差し指と中指どっちで押したい。中指、中指、うぅなんで中指にした。いや、わからんえ、ゆうすけゆうすけ、ゆうすけカット、ゆうすけ、ゆうすけカット、お願いカット、ゆうすけ編集頼むわ、ゆうすけ編集頼むわ、はい、いい色、いいでしょ、ありがとうございます、はい、ありがとう、ありがとう。デリシャスマイユですね。絶対言うと思った。まあちょっとアイスも食って、はい、もうちょっと涼しい気分になったんで、まあここからちょっとまだ行きたいと思います。ごちそうさまでした、いえいえ、渡月橋です。ここが渡月橋、はい、僕のひいひいおじいちゃんが建てた橋です全然突っ込んでくれへんやん。だから分かりにくいねんこれあれや、またゆうすけ編集頑張ってもらうな。ごめんな、ゆうすけ、ごめん、ゆうすけ。やばない、このなんかさ、のどかなさ、うん、でもこの自然のさ、うん、感じ分かる。このちょっとインサート撮ってちゃうんだ、インサート、インサートの声、インサートほら、すごいよこれ。しかもさっきまで大豪雨やってんけど、うん、やんだ、ね、やっぱり僕持ってる晴れ男なんで、はい、いや、本当にすごかったからね。ありがとうございました。ない、何、何がありがとうございます。もう何が晴れ男だから晴れさせてくれて撮影できたんだったらありがとうございますじゃん。あ、そうですね、はい、何も間違ってないです。そうですね、はい、悪いっすよ。ちょっと待って、何、あのタトゥー右くん待って
って待って待って待ってアップして待って待って待ってあれネギくんやんあれネギくんやんちょっと行こうパソコンのネギくんちゃんと相当近づきます、はい、カスバルのネギじゃ発見しやばいってお疲れ様です。お疲れ様です。ネイ君も今日来るって聞いてたけど、はい、あのまさかの被ってました、はい、ストーリー撮ってました。もう行った。え、まだ今からです。今からです。今からです。ちょうどいいタイミングやばいな。この時間やったよ。雨あかんのまして。そう、雨あかんのまして。何やねん、このメガネ。はい、あ気持ちの、はい、気持ちのあの、はい、あのこれアンダービジョンっていうメガネなんですけど、わからん、わからん、わからん。1100円。安いな。3コインズで買いました。3コインズ。じゃあ、説明しますけど、メイ君は神社が大好きなんですよ。神社が大好きなわけではないです。あの車崎神社がそうやっぱ僕にとってのソウルポイントなんで。そうだから車崎神社にノーベルバイトのプロと出てもらってるんですけど、うん、お守りだらけです。ですけどメイ君は関西住んでた時に毎月行ってましたから。4年半毎日、毎月。毎日はやばい。いや見てください、この大自然を。同じこと言ってんの。同じこと言ってんの。見てください。魚もいはるんで見てください。魚もいはるんで。まさ。魚もいるんで見てください。鳥もいらっしゃる。鳥もいらっしゃる。いい、もういい、もういい。まさや、見てください。霧、はい、があります。もう見ないです。まさや、うん。さっきお前俺に雑なふりしたやろ。まさや、飛び込んでや。マジで無理。飛び込んでや。まさや飛び込んでや。どうぞどうぞ。もうやめてくれ。カットで、カットで。もうやめてくれ、本当に。頼むよ。カットで。何がすごいって、あの、たまたま出会う。行くことは知ってたけど。そうそうそう。気づきだけ言ってました。もう、着くそうです。僕がよく行ったおにぎり屋さんはこちらです。ああ、おにぎり屋閉まってる。閉まってる。のんびりしすぎた。のんびりしすぎたわ。だから俺らが、いつやっけあれ初めて、シャンデリアやったやんな。2017年の正月。正月。に初めてノーベルブライトの芸能神社でね、黒崎神社って有名なところあるんですけど、これで札を奉納させてもらってね、でそれがずっと飾られてるんですよ、うんうん、そこから2年更新なんだよ。そう、2年更新で、ネイ君が更新してくれてます。あれ毎月行ってたんで、はい、で、ネイ君が更新してくれて、俺は結構多分2、3年ぶりとかに見に行きます。で、あそこにいろんな有名な著名人がたくさん玉垣あるんですよ、うんうん、で、あそこにそれやったら、まあ、売れるみたいな、うんうん、そういうあれがあるんですよね。そうそうそう。で実際それやってからネイ君調子どうですか。もうメジャーデビューしました。まあでもそういう目には見えない力ってありますから、ね。まあ、ネイ君はやっぱ神社好きドラマ代表として神社好きドラマ代表神社好き。あ、着いた着いた着いた。車崎神社着きました、うんうん、これね、向こうまで歩いていきますか、うん、ね。この神社ではルールがいくつかあって、はい、参る順番とかご紹介します。はい、あの、これは真ん中を歩いてはいけない。ああ、そう。神様が通られるんで真ん中歩いてあかんねん。端っこを通ります。へ、あと、あの、通りくぐるときも、あの、はい、木は踏んじゃダメとか、またがなきゃいけないとか。さすが先輩っすね。でもね、もう皆さんがきっと見覚えある名前がたくさんあるんですよ、ここには、うん、ワンピースのキャラクターとかもあるもんね。ちなみに、僕の YouTube のメンバーのゆうすけもう立ててるらしいんですよ。でもどこにあるかわからなくて探しましょう。ここで、おでね、おじぎ。はい。はあ、すごい。あれやな、自然と静かになってしまいました。やっぱ神社の中ですから。え、どうしたの。ミトコモさん、タワーレコードさん。タワーレコードさん、なんでタワーレコードさんを紹介したの。え、ワンピースのキャラクター。ワンピース、あ、ほんまや、ワンピースの麦わらの一味の方たちですね、うん、いますね。うわ、ついに来ました、ノーベルブライト。でもいいとこにあるね。なんか言ったらキング&プリンスとかダイスとか、うん、ファンタスティックス、結構アーティストがたくさんいるところに、うん、いや嬉しいな。これちょっと写真撮ろう。立てて結構僕人から聞いた話なんですけど、
なんか神社の中のなんか足音とか砂利とかがようよう聞こえるじゃないですか、はいはいはい、なんか静かに感じるじゃないですか、はい、これは本当に神様がいるかららしいです、順次こちらなんでここで来ましたよ言うて、今この手水屋っていうのはコロナでやってられへん、はいはい、清めの社行って本堂を巻いて絵の中に入っていくと感じですね。ほんじゃ、まあ、ちょっといろいろ参ったり今からするんですけど、はい、まあ、そういうところはまあなんか映さない方がいい気もするんで、まあ、ここでちょっと終了していきましょうか、はい、また出た時にねこのカメラがまた戻ってるということで、はい、今からお参り行きましょう。お参り行きましょう、はい、今全部お参りしてきました。はい、マサヤも一緒にね、はい、してきました。もう帰るんですけど、うん、まあ、YouTube メンバーのユウスケも実は立ててるということで、ユウスケもちょっと一回探そうかなと、はい、でもこれ見て回りよ、こうめっちゃヨウさん、まあ、ここだけでもないからね、向こうにももういろんな一角にあるから、うん、まあ、ちょっと一回ユウスケのも探してみようかなと、はい、でも確かね上にジアブって書いてたって言ってたから、うん、探しやすい人は思うんだけど、確かに、あ、いた、早いどこどこどこ見つけて、え、どこや、見つけて、早いな、見つけるの、え、どこや、見つけて、おーっと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 ユウスケ、そう一生ユウスケユウスケのもちょっと写真撮っておく、俺ユウスケもちょっと写真撮って、俺ユウスケと一緒に、え、すげー、ユウスケくん、行きやな、1、2、3、こいつあれらしい、上京する前にシレット立てたらしい。あ、そうなんだ。いや、行きやな教えてくれんかった、俺あのファンの人のツイッターでしたからあ、そうなんですね。いや、でも俺ちょっとかっこいいことするな、こういうのをね、大事にする人は素敵ですよ、はい、じゃ帰りますか。帰りましょうね、帰りましょう。はい、ということで、はい、神社前に来て、はい、すぐ目の前にカフェ、はい、入って、でも何で来るの初めて、初めて、あの、知ってはいた、で、カレー頼んで、メイクはまだ来てないけど、見てたの、俺のカレー、いい匂いすぎんねん、めちゃめちゃうまそうやから、キーマカレー、うまそうなんですよ、キーマカレー、ちょっとこれをね、召し上がりたいなと思います、はい、いただきます。あれ、マジでマジでさっきいただいちゃうタイプの人、はいはいはい、待ちませんメイクは待ちません、さっきいただいちゃうタイプの人でしょ、いただいちゃいます、はい、いただいちゃいます、参拝後のカレーはどうですか。デリシャス、こちら大盛りの、ありがとうございます、こちらです、お、ありがとうございます。これは普通にかけていい、かけていい、あ、かけてもいいですし、あの、別々で食べていただいても、おー、ねえ、はい、来た、うわ、めっちゃ美味そう、かけるとご飯の底に沈んじゃうんで、はい、まあ、なるほど、ルーの方が、めっちゃうまそう、でもかけます、はい、卵欲しいな、あ、かけ、卵欲しい、まさに卵1個もらおうかな、いいよ、いいっすか、いいよ、あ、卵もらおう、卵もらってかけます、あ、ハイネケンの追加も来ました、はい、最高です、おめでとうございます、食レポはちょっとね、得意です、一番得意、一番得意、一番得意、いいですか、じゃあ、まあ、あの、ゆうだから先に卵をいただきますわ、はいはい、今カレーたくさんつけて卵をつけて食べますわ、はい、いただきます、ちょっと、うん、生卵時代を思い出しましたね、え、え、生卵、ごめんなさい、そうそうそう、どうしたあ、ゆうすけ、煮卵、ゆうすけ、目をかけて、ゆうすけ、よろしく、ゆうすけ、よろしく、もう一回食レポしたいですね、はい、テイク2ですね、もう一回させてください、テイク2、はい、テイク2、じゃあ、タンドリーチキンいただくかな、タンドリーね、うん、すいません、ありがとうございます、タンドリーチキン、僕もいただきます、デリシャスマイフー、結局俺もあっくりや、英語ちょっとやり直してまあでも今回無事にね、大阪情報のバンドも終わり、はい、ドロップバンマン、ゲリラも終わり、ツアーが全部終わったんです、終わりました、ネギ、いかがでした、僕にとって、出会った頃から情報量が夢です、言うて、うん、それで、この水屋と言ってた、まあ、ステージが、まあ、叶いましたと
で原点やったドロップの裏ファイルを終えて本当に、まあ、今しか言えないことですけど、まあ、なんかちょっとなんかホッとしてるっていうかちょっと休みましたもんこの数日でも終わってから実家帰ったんですよ僕この数日ねおばあちゃんにも行ったし、まあ、この数日2日間ぐらいは、まあ、もうなんか全部忘れてました一旦で神社行って今から僕は帰りますけれども明日からもっと頑張らななっていう、まあ、気持ちです。でもこれですね。メイクにしたらすごい真面目です、うん、まあ3杯5なんで、はいはいはい、まあ、だから今後ねまだ台湾さんは集まりますしそう新たなまあ夢に向かってねそうだから進んでいきますから、うん、まあ今日なんかライブが終わってちょっとホッとできる、ねうん、空間で今なんかこう昔と一緒にねそうここ一緒にバイトしながらねバンドやってた時ぶりですか、うん、そう思い出しながらねバイトしたよすごいなんかいい人事になったなと思います、うん、ほんでうまいカレーを食ってねデリシャスマイル言うていい人事になったんじゃないかと思います、はい、下半期の意気込みとかラスト締めてもらって対バンやりません、はい、大先輩方と、はいはい、直接電話して、はい、誘ってて、うん、でまあ仲なんかその仲してくれてるから、ね、いつも皆さんね対バンの人らの竹中テレフォンとネギしめしネギしめしはいお誘いさせていただきに行きましたからお誘いさせていただきましたお願いしますよお願いしますやってないけどこのご時世やってないですけどそれはねかっこいいとこ見せますよ先輩にも皆さんにもはい、まあ、それのツアーが10月、はい、9月、10月と全然一言じゃないんやけどね、もう下半期の意気込みはね、はい、11月、12月はいろいろ決まった、ね、決まったらいいね、うん、決まったらいいねと、うん、まあ、年末はなんか今日意気込み長ないね、いつも一言でコメントでバーン言わないだから、3倍モードなんですよ年末はテレビ画面で会えるように頑張りたいですね。はい、去年出れなかった番組に出たいですね。なやろな、ガキつかかな。ガキつか。ガキつかかないじゃん。ガキつかかないじゃん。どれかけないで。あの、アメトーク。頑張りたいですね。ということで、まあ、頑張りたいと思います。はいはい、ちょっと画面なんか出れましたけど、まあ、今日もこんな緩い感じでね。はい、まあ、こういうね、見る旅をね、うん、あのみんなで一緒にできてよかったなと思うんで、まだこう、来年のね、はい、節目のタイミングでまたね、はい、あの見る旅をしたいなと思いますので、はいはい、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。この動画がいいなと、メイクの参拝モードええやんっていう方はぜひね、グッドボタン、コメントとね、コメントチャンネル登録ぜひチャンネル登録、はい、ということで、次回の動画でお会いしましょう。はい、バイ。大群これカット全然大丈夫これカットされるの